皆さんこんにちは、新井恵里奈です。さあ、洋服の青山さんとのコラボ、もう何回目になったかは分かんなくなっちゃいましたかなりの回数をね重ねてきましたけれども、今回はゆうちゃんからハロウィンパーティーに招待してもらって、リースマートというシェアオフィスに来ています。リースマートっていうシェアオフィスは、まあ、我々青山商事が運営している。あ、そうなんだ。そう、シェアオフィスなんですよ。へえ、だからスーツが置いてあったのね。そう、あったでしょ。なんかご自由にご試着くださいって書いてあって、あとに試着してほしいところなんだろう今も多分テレワークを頑張りましょうって言われてはいるものの、その場所がない人たちって結構いるんですよね、うん、そうだよね、うん、ご家庭があったら、そうそうそう、ね、場所なんてそんな取れないだろうしね。 Wi-Fi がないとかね、モニターがないとか、いろんな設備で困ってる方とかもいらっしゃるから、まあ、家でもなくって、オフィスでもなくって、第三の場所、シェアオフィスっていうところを、まあ、提供するのも、まあ、働く人を応援する会社としては、やっぱりやっていくべきことなんじゃないかっていうことで、事業としてスタートさせました。幅広いですね。はい。働く人たちのために働こうと。頑張って働きのいる所存です。いろんなスペースがあって、まあ、自由に会話ができるオープンスペースもあれば、一人で黙々とお仕事したりとか、まあ、完全個室の部屋もあったり、いろんなパターンの部屋もあって、なんとドリンク飲み放題なんです。はい、まだ1杯しか飲んでないので、これからいっぱい飲みたいと思います。あれも利用時間内であればもうずっと飲んでもらって大丈夫なものなので、すごくこう環境的に整っているので、ぜひ皆さんにもご紹介したいなと思って、はい、今日はこのシェアオフィスからハロウィンパーティーをお送りしたいと思います。で、今日のパーティーはですね、やっぱパーティーといえばゲームかな、うん、そうかも。え、また3つまたゲームを戦うつもりですか。戦うっていうとこう、ほら嫌な記憶しか私見るこの私も怖いんだよね。ないんですよね、うん、まあ、やってる我々も、うん、見てる皆さんも楽しんでいただけるであろうゲームを3つご用意しましたので、はい、そう、参考にしてもらってもいいですね。あ、そうそうそう、うん、今後のね、パーティーの参考にしてもらってもいいよ。1回目は神経衰弱対決、イエイ。ルールはですね、はい、トランプの神経衰弱と同じで、ちょっとハロウィンバージョンのカードをかわいいねご用意してみました、かわいい。お化けかぼちゃかわいいでしょ、うん、今後のゲームもずっとそうなんですけど、勝った方にはアイテムが付与されていきますので、最後に書かれてるアイテムを得られるの。そう、大事だねで、最後その、ゲットしたアイテムでお着替えをして、エンディングを迎えたいと思います。よろしくお願いしますね。得られなかった場合は着替えられないということになりますか。ずっと一緒です。顔裸です。いい、じゃあそれもいっか、たまにはかもしれないか。お、ヘリナさん、口笛で洋服の青山お願いしますもう一枚はリスクしかないカードだあー、かっこいいジャケット出た。これ欲しい。はい、どうぞ。あ、やった。ちょっと待ってよ、これゆうちゃんが当てたらゆうちゃんがやるんじゃないの。おかしくない。おかしい。エリナさん、そんなのないよ。では、行かせていただきます。ありがとうございます。実は初めてやったからドキドキしたんですけど、音程などどうですか。完璧でございます。うん、藤原さんの下の名前は、ほっとしてるあ、ちょっと待って、なんかすごいいろいろ字が書いてあるやつだったら、絶対的にそれはゆうちゃんの優位だよね。あ、靴だ、ワンピース。あ、もう少し忘れてきちゃった。あ、惜しい。色違いだ。色違いか、こんな微妙な違い。これ何でしたっけ。
え、今言ったやつだよ。大丈夫、疲れてない？欲しいの。あ、あやってしまった。はい、やってしまった。よっしゃー、揃ったよ。おしゃれなジャケットゲット。なんでこった。なんでこった。逆にどれを引いてないか分からなくなってきたな。引いてないの。来たぞ。こいつだろ。よっしゃ。あー、待って、でも組み合わせひどくない？なんか神経衰弱もダメなのかな。これ揃ったら一回やめる。そっか、新しいのを開拓しようとするとそうリスクがあるんだね。じゃあそんなリスクは起こさない方がいいよね。今まで出てるやつにしよう。そこがワンピースなんだよね。はい、どうぞ。なんかどれかな。これは？あれ？欲しい。あれ？あ、それ欲しい。それ残りましたっけ？そんなのは答えられませんよ。あれ？それは開けられるが、しかしなんかプレッシャーで取得しないから開けたくないな。知ってるけどやめよう。え、どっちにしたっけそれ。いやいや、言えない言えない言えない。これ揃えても意味ないし。どうしよう。新しいとこ開けたいけど、そうするとゆうちゃんにヒントを与えることになる。でもポンコツの記憶力だね。確かに、つい先開けたやつもう一回開けちゃう。じゃあ優しさで開けてみよう。これとかはね。あー、 あれ、それだけだ。さあどうだ。これか、違うか。あ、正解。やった、やっとだ、やっとだ、やっとだ。平気にしようなど送るもんじゃないな。こういう目を咲くのをちょっと避けたいな。二人とも知ってるのに開けない神経衰弱ってある。あ、言うよ、するんだ。あ、藤原さんの名前出ちゃった。これ引いたやつだ。こっちにしとこう。無理だって。策略。でもあと一つなんだよな、お洋服。あ、そうなんだ。あれ、でもそうだよね、記憶が遠くなっちゃう。もうなんか分かんなくなった。あ、掘り起こせ、掘り起こせ。なあ。服あるね。3つ目、もう2色揃えましたので、もう好きな気分に合わせて。口とんがってる。これはなんだ。あ、あ、揃えましょう。藤原さんの下の名前は覚えてますか？ねえ、もちろんだよ。なかなかさ、出会えないお名前じゃない？では、はい、いきます。藤原さんの下のお名前は藤原金太郎。ねえ、有名だよね。他にいない。確かにマッスルなんですけどね。知るか。2つ目のゲームは、うん、目隠し足踏み対決。イエーイ。何を隠すのか。目隠します。出ちゃった場合は出た幅で勝敗を決めたいと思います。より出ちゃった人が負け、はい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 、より近い人が勝ち。まあ普通にやるのもいいんですけど、一回どんなもんかやっぱイメージ必要じゃないですか。あ、なので今日はちょっと特別ゲストが、はい、来ているので、そのゲストに登場していただいて、はい、デモンストレーションをね、やってもらおうかな。誰なんですか。なんかあれ、ちょっとお化けがいっぱいいて怖い。キャプテンアメリカマッチョ。お待たせしました。キャプテン、思いっきり日本語ですね。
アメリカから来てますなのに関西名やね。今日アベンジャーズのみんなはどうしてるんですか？みんなもう出張中で出張してるんだ。いろんなとこ行ってもうて全然集まれへんから、はい、1人で来た。申し訳ないですが、あの小さい枠の中に入っていただいてキャプテンがやってるの見て参考になるかななんかもういきますよ、はい、よーいスタート。シュールだね、この絵が。あら嘘でしょ。かなり前進してます。藤原さん 43.5cm になります。なおやさん全然あかんかったんじゃん。全然あかんじゃないですか。だいぶ市民傷つけるとこでした今。あれキャプテンが、藤原さんがキャプテンになったから、はい、エリーナもちょっと、え、どっから何出してんのデビルエリーナ。かわいい。それでちょっと目かせきして、はい、足踏みして、はい、いきましょう。やりますか。よーいスタート。うわ結構怖いな。でも私自信ある。進んでない自信が。10秒経過です。なんか普通に平行感覚が、体感もないし。横にはずれちゃったかな。おい、あれ意外と出てるな。なんか、いいんじゃないか。負けたかな。やる前から負けたかな。どうでしょう。3センチ。3センチ。イエーイ。よーい。メイちゃんです。なんですって隣の人とのメイちゃん。じゃんじゃらとかじゃん。10秒経過。これはいい勝負の可能性が、こっちの方が近いか。あー記録は 1.2 センチ。久しぶりに勝った。やった。すごい。すごいすごい。あ、ルーフォー始まったのか。調整された。あ、そうそう、進んじゃいけないと思ったの。あー、逆効果じゃん。メイちゃんありがとう。メイちゃんのおかげで。ありがとう。いや、上にないか。これ。昔ってそう。じゃあ開けてみて。あれ？なんともコメントしがたい。あー、いいじゃん。だってコーディネート考えたら、うん、難しくない。いや、トップスなかったから相性としてはバッチリじゃないですか。久しぶりの勝利ゲットしましたね。はい、もう目の前に準備させていただいております。テーブルバスケット対決。イエーイ。我々はね、この合計の点数を競っていくので。入るの？そもそもこんな小さい中に入れるんです体育会系無言で喜んでるな。キャプテンでも20点です。あ、20点少ないです。キャプテン流のコツを狙いすぎると、
こう手元が弱くなるから、うん、もうこの当てて跳ね返りで入るぐらいのイメージで、お強気でいけと、強気でいってください。キャプテン、そっちまでいかないんで大丈夫です、はい、そっちまでいったら失敗なんでなんかここに立つとすごくあの試合の感覚になりますね。おなんか弓道っぽくなっちゃった弓道っぽい構えが弓道では、いきましょうか。はい、
イメージはね、公爵家の娘ですよ。いいとこの嬢さん。ごきげんよう。この A ラインのスカートがね、すごい可愛くてヒラヒラしてるのが、いいのと、流行りのバンド。流行りのバンドからね、なんか聞いたことある名前も。なんかさ、厚みもいいよね。そう、こう透けにくいというかさ、1枚で着ててもね、あんまり気にならない感じがいい。しっかりしてて可愛い。上品じゃないですか。ごきげんよう。あら、うるわしゅう。階級でも絶対上だよね。下だよね。そうかな。今回の秋冬はですね、本当にレパートリーを豊かで、私服もそのままいけちゃうぐらいのものがたくさんあるので、ぜひ見ていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。あ、上品。はい、ということで今回はこれで終わりですが、はい、いかがでしたか。今日はもうハロウィンパーティーということでね。パーティーってさ、なんか食べたり飲んだりじゃなくても楽しいんだなと思いました。そうかね、こうディスタンス取りながらのゲームとかもね、いろいろできると思うので、ぜひ皆さんも楽しいハロウィンをね、過ごしていただければと。このコーディネートもまた今回も概要欄に載せますのでご参考になさってください。そしてチャンネル登録お願いします。お願いします。